ジャイロプレス工法。道路、河川、橋梁、堤防など私たちはさまざまな社会インフラによって守られています。しかし長年の使用による老朽化によりリニューアルが急務になっています。これらの多くはコンクリート構造物であり、もともと解体を想定していない構造であることから、解体や撤去は極めて困難な状況にあります。この問題を解決するのがジャイロプレス工法です。ジャイロプレス工法は先端リングビット付き交換杭を回転切削圧入により土柱内に貫入させる工法です。ご覧のように鉄筋コンクリートも貫通することができますので、従来工法では難しいとされた硬質地盤やコンクリート構造物などの障害物を撤去することなく壁体の構築が可能で、老朽化した構造物のリニューアルを実現できます。住宅密集地での洪水対策や狭い河川での地震対策の護岸改修工事にも適しており、また都市部の狭い場所でも擁壁構造が容易に構築できるため、現況交通や周辺環境に影響を与えずに施工が可能です。また橋梁桁下の施工など空洞制限のある場所でもコンパクトな施工機械により適用が可能です。